岡山県道422号蒜山高原線の紹介です。蒜山高原線は岡山県真庭市の三木ヶ原から岡山県真庭市下徳山までを結んでいる道となっています。三木ヶ原側からスタートしていきます。蒜山ワイナリーなどがあり、上蒜山の登山口があります。その先は蒜山三座、中蒜山、下蒜山の前を通っていく風に高原風景を眺めながら通っていきます。岡山にいながら牧歌的風景、北海道的風景を楽しむことができます。蒜山高原にあるジャージーランド、道の駅、そして泉がある塩釜の霊泉のところを通っていきます。塩釜の霊泉は旭川の源泉部となっています。牧歌的風景が広がり、高原が広がっている風景を楽しめます。またよく見ると水豚が横に立っています。可愛らしい伝統工芸品となっています。途中犬ばさりの旧道をまたぐと、その先県道422号線はカーブをして国道482号線の方に向かって降りていきます。途中ラドン線で有名な八塚温泉館があります。開湯館です。そしてしばらくすると国道482号線に突き当たり、蒜山高原線は終点となります。三木ヶ原から下蒜山まで楽しめる 11.8 キロの道となっています。ありがとうございました。